けども、仙台ウェスティンホテルに僕は泊まったんですね。でいつもはスイートルームとか取るんですけど、やっぱりお金がそんなにないので、とはいっても仙台で一番いいホテルなんですよね、まあ、シングルルームをちょっと紹介していこうかなと思います。はい、入ってすぐにアメニティがある感じで、まあ、コーヒーとかお水、水は、1本飲んでます。あとは、うん、冷蔵庫、まあ、普通にある感じですね。全部有料な感じで、まあこういうワイングラスとか、なんかこういういろいろワインもありますね。はい、高いんで飲みません。あとはこんな感じお風呂ですね。バスソルト、ボディローション、歯ブラシ1個使ったんで歯ブラシですね。シェービングジェルとかこういう感じでね、シートですね、こんな感じもあったりとか、あとはこういう感じ、こういう感じ、夏いつも通り夏。あとやっぱこうこれがあるんですよね、 なんていうんですか、着るやつガウンっていうんですかね、ウェスティンって書いてあります。僕の家のベッドも実はウェスティンの、東京のウェスティンのホテルで買ったベッドなんで、まあ、ウェスティン のホテルのベッドとかすごい気持ちいいですよね。あとね、まあ、タオルがいっぱいある感じですね、この辺はね、まあ、こんな感じで、お風呂もこういう、お風呂多分これ、あ、そうか、お風呂から透けて見えるみたいな感じですね、これね。今日はカメラマンやに GoPro 撮ってるんですよ、大変ですよ、なかなか。あとまあ、なんかこう2人泊まる、本当は泊まるようにできてるんでしょうね、2人分あるんですよね、パジャマとかもあって。このすごいところは、まあ、やっぱこの景色がすごいです。29階今日泊まってるので、まあベッドはその、まあ、家で出てるの多分一緒のベッドなんですかね、うん、非常にいいですよね、このウェスティンのベッドは。僕は大好きですね。じゃあちょっとその景色見てみましょうか。景色すごいですよ、ね、まだこれちょっとね、あれが透けて見えてるんですけど、あ、出てくると、すごい感じの、うわ、すごい感じの、ほら今日 GoPro 撮ってるんですけど、見えてるかな、これすごいですよね、これね、なんかこういう感じの、すぐ山があったりとかしてね、仙台のウェスティンいい感じです、ほんと高い、うん、高層階なんでいいですね、うん、こんな感じです、こんな感じです。夜景も撮りたかったんですけど、昨日仕事で、夜、お酒飲んで、でそのまま寝ちゃったんで夜景撮れなかったんですけど、まあでも本当に各あれですね、いろんなところのこういう高級ホテルは紹介したいです。本当はスイートルーム撮りたいんですけど、やっぱお金がないんですよね。そんなに無駄遣いできないんで、今日は変な話ビジネスホテルも仙台、まあ、土曜日だったんですけど、そんなお金変わんなかったんですよ、シングルルームと。多分5000円ぐらいかな、1泊、だいたい今これ3万円ぐらいのお部屋なんですけど、土曜日ってやっぱ高いんですよ、どこも。僕、1級で取ってるんですけど、1級のポイント使うと2万5000円ぐらいで取れたんで、今日はこんな感じで、仙台のウェスティン一番いいホテルですね、の部屋紹介をしてみました。じゃあね。